こちらの植物は麻薬の原料となる成分を含んでいるため、アヘン法で栽培などが禁止されている厚見毛種です。 KKT はこの違法植物を人吉市内で発見、保健所の除去作業に密着しました。人吉市内のある住宅の敷地、 KKT はこの場所で毛種の一種厚見毛種を発見しました。厚見毛種は実に麻薬の原料を含んでいるため、アヘン法で栽培などが禁止されています。私たちは人吉保健所に連絡、保健所の職員はすぐに現場に駆けつけ、周囲の状況などから厚見毛種は自生しているものと判断しました。これなんですけど、キシですね。葉っぱが結構特徴的で、大きなギザギザがあって葉っぱが巻き込んでる。毛種の花にはポピーやヒナゲシなど園芸用の安全なものと、厚見毛種のような違法なものがあります。保健所の職員によりますと、厚見毛種の特徴は葉が茎を抱き込むように生えていて、ギザギザした形をしています。花びらは薄い紫や赤色で4枚、背丈は50センチから100センチあるものもあるということです。こっちなんか良かったですけど、生えとっても葉っぱがこっちの毛種なんですよね。抜かせてもらってもいいですか。保健所は KKT から連絡を受けたその日のうちに除去作業に取り掛かりました。はい、結構独特な青臭さがあります。繁殖力も強いと言われる厚見毛種、住宅の敷地内だけでなく近くの住宅や道路など複数の場所で自生しているのが確認されました、ね、ああこの奥にもあります。この奥にも何本ってあります。5本ぐらいあります。すごいんだから。厚見毛種150本ほどを除去したということです。県の担当者によりますと、厚見毛種は住宅地や農地などさまざまな場所で見つかっているといいます。私たち若明衛生課の、管轄ではですね、少し昨年よりは多いかなというような印象を持っております。非常に身近なところに自生している場合もございますので、もしお見かけになりましたら保健所や百名製菓の方にお問い合わせいただければと思います。去年県内では8000本余りの違法な毛種を除去していて、発見した場合は最寄りの保健所や警察署に連絡するよう呼びかけています。こちらが去年違法な毛種を除去した県内のエリアなんですが、熊本市と県内10カ所あるすべての保健所の管内で除去を行ったということです。つまり広い範囲で生息しているということが分かりますね。毛種の中には今回除去した厚見毛種以外にもソムニフェルム種の毛種や、また袴鬼毛種など栽培すると違法になる植物があります。これらの植物を見つけた場合は最寄りの保健所や警察署に連絡をするようお願いいたします。